メディア姫。これレアだよ、これ。当分見れないからね。あ、トロでも。トロでも。姫や、星を見るのもいいが、外は昼、そろそろ部屋に戻って休んではどうじゃ。え、お父様、今参りますわ。あー、けど顔うまく見えんくしてんねや。顔が、見えなくちゃんとしてる。トロで今と変わんなくね？何事じゃ？お主一体どうしたのじゃ？誰かいませんか？人が倒れています。医者を呼んでください。この中に医者はいませんか？しっかりしろ。一体何が起こったのじゃ？王様、何者かがこの上の封印の間に行く。封印の間じゃと、まさか、あれを狙う者が。エテはどこにいるんだろうね。お父様、毒がまだ、潜んでいるかもしれません。お一人では危険ですわ。手がもう。何そんな見せたくないとこなのこれって。見せたらまずいとこか、これ。あ、戻った時の感動が薄れるからとか、そういう感じ？いや、もし、あれが、あの秘宝が狙われているのだとしたら、こうしてはおれんのじゃ。ですから、私もご一緒します。うむ、そうじゃな。それがいいかもしれん。バッギャラ！姫を危険にさらすな！もう、先般トロデじゃねえか、俺。おう。先般こいつじゃねえか。貴様、ここで何をしている？その杖に触れてはならぬ。ちょっとさ、ちょっと思ったら、わしず岩尾に似てるよね。ドルマゲスって。ちょっとわしずっぽいよね。最近赤木見てるから余計そう思っちゃうのかもしれないけど。なんか、わしず岩尾臭がするわ。これはトロデオにミーティア姫。よもやあなた方に見つかってしまうとは。しかし、その慌てよう、やはりこの杖は噂通りの力を持っているのですね。お前は道化師の貴様、我が城に近づいたのはその杖が目的だったのか。さすが王様、話が早くて助かりますよ。このトロデン城の奥深く封印されし伝説の魔法の杖は、持ち主に絶大なる魔力を与えるとか。私はこれを手に入れて究極の魔術師となる。そして、私のことをバカにしてきた、愚民どもを見返してやるのだ。やめろ、その杖は世に解き放ってはならぬと伝えられているものなのじゃ。止めても無駄ですよ。さて、それでは、早速、この杖の力を試させていただきましょうか。トロデオ、まずはあなたに実験台になってもらいましょう。お父様危ない。ああ。おや、もっとすごい力を発揮するかと思ったのに。うま。なんで馬なんだろうね、これね。姿を魔物や馬に変えただけか。この程度の呪いしか使えないとは期待外れだ。失礼。なるほど。この結界が杖の魔力を押さえているのですね。なら、ここを出て結界の外で杖の力を試してみるまでです。これ逆のパターンもあったんだな。トロデが馬で、ミーティアが化け物みたいな。逆にありだな。それはそれでありなのかもしれない。なしだな。さあ、ついよ。お前の死の力を我が前に示してみせ。うわ、
この溢れんばかりの魔力、なんと素晴らしい。これはこの力を抑えきれよう。100%。ドルマゲス 120%。 あーなるほどね、か力が暴走して茨が出てきたと。で結界にいたトロデとミーティア姫は助かったと。みんな茨になってんだね。で、エテもなぜか助かっちゃうんだよね、ここでね。まあ、これは後々ね、分かってくることなんだけどね。クククキハハクハハハハハヒャハハハハハワシズ。はい。どうも、エテポンゲンです。おかしいよな。助かっちゃったな。あの時、結界の中にいたわしらはともかく、どうしてお前が無事だったのかの。ふむ、わからんか。まあ、運が良かったのじゃろうな。お前は昔からそうじゃったし。アリリン、そんなところでおっさんと釣ったって何してんさ。城の中であの船のことを調べんでけっしょ。さっさと行くでかすよ。はい。行きましょう。そうじゃったな。確か、城の図書室はあの辺りにあったはずじゃ。はい。了解です。まあけど、すんなり入れないんだよね。茨があるから。あのあたり、これのことで。もうここ、モンスター出んのかな。そうそう、茨がね、ああ、出るね。モンスター出るね。はい。ああ、もう早速。まあ一旦戦ってみる。一旦戦ってみるよ。あ、こいつらも痛えな。37、強い。強い。メラミとか撃ってこなかったっけ？メラミしてきた気がするんだけど。ヤンガスでさえ25か。体力多くね？寝ろ。寝なーい。痛ーい。体力多くね？そうか。体力が多いから余計厄介だったのか。で、こっちからは入れないと。ちょ、満タン。だから別の入り口を探さなくちゃいけないわけで。あは、茨になってるね。どんまい。こっちは、はい、こっちは、どうなってる？こっちはいけたっけ？無理だよね。無理だよね。で、正面も、正面からは入れそうだなんだけど。こっちからいける？もうね。探索する必要はないからね。最短ルートで行くけど。最短ルートがどこかちょっとわからんのだけど。ここどこ？あんまうろつく、お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 、ダブルパンチだな。マジで？
ここハグメタ出るんだ。知らんかった。ハグメタ出るのか。悔しい。見なきゃよかった。ちょ、ハグメタ1匹は借りたいな。経験値1万はでかいぞ。こっちかな。まあ、1匹だったらいい。やっちゃえやっちゃえ。殺せ殺せ。2ターンはかかりそうだけどね。ナイスマルーサ。これ燃え盛火炎か。こいつ燃え盛ってくるパターンか。こいつ茨のくせに。まあ火炎一撃だけで被害は収まったと思えば、まあまだマシな方か。かわいそうにメイドちゃんまで。完全に迷ったな。迷ったな。あ。本はね、本は積極的に読んでいこう。ある貴族の日記だ。ついに、エテが、近衛兵に任命された。確か、彼に与えられた最初の仕事は、住み込みの駒使いだったはずだ。素性のわからぬよそ者の彼がいつかこの絵に取り立てられるとは当時は夢にも思わなかった。ミーティア姫もエテを気に入っているようだし、この人事はきっとうまくいくだろう。うん。またこいつか。もうこいつばっかり出るよね、ほんと。寝ろ!寝ろ!やばい。ナイス。まあ、あの日誌はフラグってことだね。まあ、エテは、まあ、ミーティアかゼシカかって言われたら、ちょっと悩むな。ミーティア。ミーティアは、まあ、まず一国の王女だから、姫さんだから、まあ、王様、王子っていうね、その、ポジションには、つけるからね。それもまた、それもまたお得。で、ゼシカはゼシカでね、この、姉御肌な感じが、そそるよね。ミーティアはちょっと優しそうだもんな。優しすぎるのもね、ちょっと、どうかと思うよ。あ、なんか、やばそうなやつ出てきた。やばそうなやつ出てきたぞ、これ。大丈夫か、これ。あ、そうそう、そうだ。あとさ、なんか生放送とかやってる、ニコ生とかたまにやるんですけど、そっちとあとコメントでね、その、驚かしてから倒すと、あの、モンスターのドロップ率上がるよっていうことだったんで、それ試したかったんだけど、この状況はちょっとまずいから、殺す。ベホマンから、いや、ちょっと待って、これ逃げた方が良くないか、これ。危ないぞ。逃げるなーい。死ぬー!やめてくださーい!許してー!あだけど、あれは戦ってても結果同じだったと思うわ。結果ひどい目に遭ってるよ、あれは。迷ったなぁ。迷子だな、これ。多分これ上、結界のとこだよね。まあ、一回覗きに行くよ。
あの時わしと姫が茨の呪いから無事でいられたのはこの結界のおかげだったのじゃな。杖の魔力を封じるため我が先祖によって作られた結界が子孫であるわしらを守ってくれたわけだ。ご先祖様には感謝になればな。もっともできれば変身の呪いからも守ってほしかったんじゃがの。そんな変わんねえだろお前。見た目そんな変わんねえよ。ちょ、迷子なってもうた。ここどこここどこですか。開いた本のページにはなぜか大きな文字で大吉と書いてあった。ジェシカはちょっと嬉しくなった。これがね、おみくじの始まりですね、うん、あ、来た。逃げるなよ。よし、開始開始。逃げないでお願いします。あー、倒して。 HP いくつ。4じゃない、5、6、6。ちょっとお願いじゃ。おっしゃ、勝った。あと一発、8だろ。しゃあ、これは熱い、これは熱い。これちょっとサイコロタイム長いんじゃない、これ今回。4ポイントカメラつけます。はい、まずはゼシカからね、うん、振ります。ちょっと遠目から投げてみるね。ふい、4、1、2、3、4。あ、格闘か。まあいいでしょう、うん、はい。お、得て22。これ全員あんじゃない。6ポイント、6ポイント大きいねこれ。まだ回ってる。はい、いきます。ほっ、5ポイントじゃない5番。2、3、4、5。勇気か。勇気はもうなんか得ては平均的に上がっちゃってる。一番ダメなパターンなんだよな、この。どっかに偏っていただきたい。ルーラー、今更。もうククールおるからいらねえよ、もうルーラー。3ポイント。まあ、カマスキルでお願いしたい。いきます。はい。あー、ちょっとごめんなさい。今のはなし。下に落ちちゃった。ほっ！ 2。打撃。まあ今はね、今あの、コンボっていうか、傷地なんでね、これで、ハードブレイク。あ、ヤンガスダブルアップ？バイプッシュラ。バイプッシュいきます。はい！まあ、2打撃だね。ククール。ザオラル。5ポイント。なんか今投げた感じあんまりさ、サイコロくるくる回らなかったような気がするな。ちゃんと回ってほしい。うん。ちゃんと回ってください。いきまーす。ほい！あー、ほい！ 4！ 1、2、3、4、格闘！ククールはちょっとまだね、うん、スキルが全然。周りと比べると少ないよね。スキルポイントが。後半伸びるのかな、ポイント。
20。88。5ポイント。5ポイント。まあ、剣、無難に剣かな。まあ、この流れで格闘行ってくれてもいいけど。いきまーす。はい !3? つえ。やっぱこれが物欲センサーってやつなのかな。杖なんか一番いらないと思ってんのに。魔法トゥーン。魔法カンタ。はい。停止。よし、やった。いや、ハグメタ美味しいね。てか、迷った。迷った。